今日は北海道で局地的に雪が強く降る恐れがあり、積雪量に注意が必要です。では現在北海道の方からいただいているウェザーリポートで現地の様子見ていきましょう。北海道雨竜郡北の空色さんからいただいたリポートです。ありがとうございます。雪が降り続いています。空も周りも真っ白、風はありませんが寒いですといただきました。現在北海道ではご覧のように雪がしっかりと積もっているところもありまして、飯島さん、今日も局地的に強い雪の降るところありそうですね。はい、そうですね。特に道北ですね、今留萌のあたりにかかっていますけれども、宗谷地方、そして午後は、紋別や網走といったオホーツク海側でも強い雪が降る可能性があるんですね。はい、で現在の雲の様子を気象衛星の画像でまず見ていきましょう。はい、北海道付近拡大していきますと、全体的に日本海側に雪雲がかかっているんですけれども、その中でも特に目立っていますのがこの、利尻島や礼文島のあたりからこの留萌のあたりに流れ込んできているこの雪雲です。でこれは日本海にこの北西の風が吹いているんですけれども、はい、少し細かく見るとこのように風がぶつかっているんですね。このためにいわゆるシェアラインという風がぶつかって雲が発達しやすい場所が形成されていて、このようなもう帯状雲というんですけど、こういった雲が発生しているんですけれども、おそらくこのあと、おそらくこの辺りにですね、低気圧が発生をいたしまして、午後にかけて東に移動する予想です。ですので現在はまだあまりかかっていない宗谷地方やオホーツク海側でも午後は強い雪に注意が必要なんですけれども、はい、ちょっとそのシミュレーションを、見ていきます。ちょっと北海道付近拡大していきますと、これ午前7時の予想です。時間を進めていきますね。9時、そして12時、15時、18時という形で、次第に東に進むにつれて弱くなるように見えるんですけれども、やはり上空の寒気が強いということと、現状でもかなり発達していますので、はい、午後はオホーツク海側でも強い雪の降る可能性があるんですね。でね、特に注意をしていただきたいのは、この北海道というのは実は雨雲レーダーに映りにくいところなんですね。あまりレーダーので雲、雪雲や雨雲がかかっていないように見えるところでも実は強い雪が降っていたりすることがあります。で現在のこのレーダーに天気のご報告を重ねますと、これよくご覧いただきますとね、このレーダーエコーがかかっていないところからもかなり雪のご報告が来ているのがわかると思うんですけれども、実はレーダーのサイトといって、レーダーのある基地が札幌のほか、確か根室かな、あと稚内だったかな、はい、道東の方に少ないんですね。ですので間に山もありますので、意外とエコーが映っていなくても降ることがあります。特にオホーツク海側というのはレーダーエコーが映りにくいところなので、そういったところも注意してね、レーダーエコーがないからといって安心はできないということですね。はい、現在それほど雪の降っていないところでもこの後強く雪が降る恐れがあります。詳しい情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。